漢境の地は平安時代中期の歌天皇の知性を理想しした古称。漢境は歌天皇の知性の言語である。歌天皇は891年の関白、藤原元常の死後折貫を置かず、源義有を事実上の主犯として、藤原時平と菅原道真、平末永等の謹慎を徴用し、各種政治改革を行った。 近年の研究では、従来から言われていた894年の検討支配史や896年の増積、市営で抑制、滝口武者の設置等に加え、国史に国内の租税納入を請け負わせる国史受け負いや遺伝等からの法給給付等を民部省を通さずに各国で行う等、国史の権限を強化する改革を次々と言ったとされている。また、 天皇申請が行われた知性と評価されたが、石関不設置は、阿公事件に懲りた歌天皇が皇族を母とする、藤原氏原でない天皇であったことと、藤原市長者時平が、まだ若かったことが原因とされている。897年、歌天皇は皇太子、厚日と王に上位し、その2年後に自ら増立した、忍の寺で出家し法王と称したが、 病気がちの第醐天皇に代わって実際の政務を取っていたという説もある。演技転略の地と称せられる第醐天皇、村上天皇の前世とされるものの多くは、官票の地の制作の延長上に過ぎず、従来演技年間のこととされていると日制度廃止令も官票年中に出された形跡があるとする説がある。官票の地は、王神家が、 諸国富豪と直接結びつくことを規制することで、検問を抑制し、小の海を保護するという律令制への回帰を強く施行したものであり、合わせて、蔵人書の充実や、キャビー市長の権限拡充等を天皇直属機関の強化を行うものであったが、後の演技の地とともに、現実の社会制度の変革に適合せず必ずしも成功したとは言えなかった。しかし近年、 道真主導による王朝国家体制への転換準備期であったが、時平により道真の政治の記録が抹殺されたため詳細が不明となっていたに過ぎないとする意見が出されている。森田1978年 ABCD 平田2000年、三河2006年。ありがとうございます。